どうもお疲れ様です。確かに会社学校ではありません。ですんでね、会社に入って自分の力を試したいとか、会社でいろんな経験や勉強したいっていうのは妙な感じなんですよ。会社に入社するってことは、その会社の資源を使って、いわゆるその資源をね、借りてですよ、借りた以上のリターンを返すってことだと思うんですよ。つまり会社の資源っていうと、会社の信用とかね、看板とかね、商品とか、上司とか、部下とか、先輩とか後輩、こういったものを全部借ります。借りた挙句、レンタル料以上に会社に利益を出すから、その一部が給料となって返ってくるって形ですよね。だから出勤してね、タイムカードを打てばお金が入ってくる、だから正社員は安定してるよねっていうのは、それはすごく極端な見方でね。正社員はなんで正社員として会社が採用したいかっていうと、その人を採用すると会社が儲かるからなんですよ。だからこの人を採用しても会社は儲かんないよねと思えば採用しないんですよね。その結果、非正規っていう扱い方になります。非正規ってのは会社の負担が最小限になるんですよ。つまり非正規になるってことは、会社の一定水準の要求に応えられない人が非正規になるっていうような見方なんですよね。何も制度が悪くて非正規になってるわけでも何でもないんですよね、そこは。ただ残念ながらですよ、非正規っていう働き方の方が実は取り組み方としては簡単であり、働く方としてもそれなりにメリットがあるんで、入り口にはなっちゃうんですよ。で、私の時代は特にそうなんですけども、フリーターなんていうのがまだね、言葉としてなかった時代、フリーアルバイターとかってね、言われてた時代だと思いますけども、やっぱり正社員としての仕事がなくても、フリーターの方が責任は限定的だし、それでいて目に見える手に入ってくる給料が高かったりするんですよ。で、大卒の初任給が19万とかね、20万の頃に、フリーターは30万とか稼げたわけですから、そっちの方がいいよねみたいな感じでやっちゃうこともあったんですよね、私の時代は。でもそれを10年ぐらいやっちゃうと、今度はね、正社員の方にはキャリアとか信用、安い給料でも10年間働いた、会社のために辞めずにやってくれたっていう信用が残るんですよね。でも非正規の方っていうのは、どちらかというと経営者から見ると、いつでもこの人は別のところに行ってしまう、条件次第でボンボン変わってしまうっていうふうに考えられてしまうんですよ。つまりは信用がない状態が積み上がっちゃうんですよね。そうなってくるとね、やっぱりね、30代とか40代でこっから真面目に正社員やりますって言っても、今まで根性出して正社員長くやったんですかっていうところが評価されてしまうんで、かなり厳しいということになりますよね。それからね、これはね、小野里さんも言われていたんですけども、40の半ばとか50代でね、転職するのはお勧めしないよってことなんですよ。これなぜかっていうと、転職する方としては新しい気持ちで一から頑張っていこうという、その気持ちはあると思いますけども、じゃあ会社にいてですね、40代とか50代になっている人、当然その人は20代で新規採用で入社してるわけですよ。少なくとも20代の半ばぐらいでその会社に入ってきて、ここまで20年とかね、30年近くやってるんですよ。そうやった人がいるところに、ポンと横から同じ年代の人が入ってきて、どういうふうに思うかってことを考えるとね、2つの側面があります。この人は急に途中から入ってきたけど使えるのかなっていうふうに、そういうふうにね、安く見られる、そういった側面。もう一つはですね、あ、この年齢で中途入社するってことは相当できるんだよねっていうふうに見られるんですよ。どっちにしても結構ね、中途採用ってハードル高いんですよ、入った後の方が。それこそ上手にできて当たり前、一目置かれて当たり前でも、できなかったら、あ、できない人がなんかで入ってきたんだ、めんどくさいなって思われるだけなんで、全然仲良くできないんですよ。で、居づらくなって結局辞めてしまうってことになります。だから相当能力が高ければ、それはね、会社の面接なんて受けずにもヘッドハンティングされるんですよ。だからヘッドハンティングされないぐらいだったら、もう自分は40、50で転職のニーズはないなっていうふうに自分で確かめないといけないんですよね。で、私の方にはですね、中高年の転職サイトのアフィリエイトの申し込みもあるんですよ、会社の方からね。でもそこには、年収が少なくとも1000万とか2000万を支払いたいんで、そういった人を募集してるんですよね。そうなると今までね、年収300万400万の人を取ってくれるかって取ってくれないんですよ。やっぱり年収300万400万で働いてる人ってのは、あまり大きな責任も取れないし、
自分の部下やね、人材育成にもなかなか貢献できなかった人って見られちゃうんですよね。まあ、つまり高額年収でヘッドハンティングされる人っていうのは主に2つの側面でヘッドハンティングされます。それは会社の業績を上げ続けてきた人、ね、つまりそれなりの役職についてそれなりの給料をもらってる人ってことになります。どこの会社でも高い評価を受けていればそういうふうな転職サイトで高額で引っこ抜きたい会社っていうのはいくらでも出てくるんですよ。でもう一つはね、人材育成がうまくいけたかどうか、つまりコミュニケーションが上手で上司とも上手にやってる、部下とも上手にやってる、で自分の部下はどんどん育つ、自分の上司もあこいつに抜かれちゃいけないなっていうんで上司までやる気になっちゃうみたいなね。そんな人ってのはその噂が噂を呼んでね、特に自分でいろんなこと積極的にアプローチしなくても向こうから来てくれるってことなんですよね。まあ強いて言えばプラスアルファ自分の仕事ぶりを文章とか動画にまとめることを習慣にした人はそういった広報力とか影響力っていうのも加味されて、見つけてもらえるってことになるんじゃないかなと思うんですよね。だからね、やっぱ40代半ばとか50代の転職がきついっていうのは別に年齢で見られてるわけじゃなくて、年齢に応じたスキルがない人がそれをやるからきついってことらしいんですよね。まあ、そう考えていくとネットビジネスっていうのも経験も人脈も何もない人ができますけども、何もないままでずっとやってっても何もリターンが来ないってことなんで、安易にね投資の世界に入っちゃうよりもやっぱりね、伝える能力、書く能力とか話す能力とか継続する能力、この3本柱を鍛えておく、そのためにインターネットってものを活用したらいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。いってらっしゃい。